13日午後、愛知、名古屋駅前の歩道に乗用車が突っ込み、男女13人が怪我をした事件で、警察は運転していた30歳の無職の男を、殺人未遂で現行犯逮捕した。逮捕されたのは、名古屋市西区に住む、無職、大野木良太容疑者、30。大野木容疑者は23日午後2時20分頃、中村区名駅1丁目の笹島交差点近くの歩道に乗用車で突っ込み、男女13人を跳ねて、怪我を負わせたとして、殺人未遂で現行犯逮捕された。被害者の男性は、なんか信号待ちをしていて、車の音がすると思って、後ろを見たら、車がぶつかっていたという感じ。いきなりぶつかられたので、ボンネットの上を転がって、腰を打った。無差別だというのは、ちょっと聞いたんですけど。なんでそこで、場所を選んだのか、全然わからない、と話した。大野木容疑者の同級生は、まさかという感じです。地味なグループだと思いましたけど。普通に喋れば喋るし、本当に普通な感じ。親が、厳しいというのは聞いていました、と話した。調べに対し、大野木容疑者は、人を跳ね、殺すつもりでやった、と、容疑を認めているという。大野木容疑者は直前に、現場近くのレンタカー店で、犯行に使った車を借りていて、愛知県警は動機などを調べることにしている。